強い日で外歩くときは後で出てくると思うんですが、カチューシャをねここにして前髪を止めて歩いているんですけど、それでもね崩れちゃうときもあるのでこちらを持ち歩いています。でもそんなに残ってないので軽いですね。
ロの龍角散ダイレクトなんですけど、そっちめっちゃ美味しいです。ピーチ味。そしてこの子はガチャガチャで買いました。かわいい。ちょっとあまり音が良くないので、次行きます。龍角散でした。次、香水です。これはシャネルの香水です。これチャンスかな。シャネルのチャンスだった気がします。ピンク色のやつ。こうやって回すとシュッてできます。この香りがすごく好きで、私結構甘めの香りが好きなんですけど、ぴったりな香りです。
すごく良くて。